ピールするとか、はいはい、ああいう感じだといいっていうことだね、はい、逆に受け入れてもらえると思うんで、お前面白いなみたいになると思うんで、そういうのはすごく大事だと思いますね、はい、でもあの阪神の抑えやってたスアレスがいたんだけど、はいはい、話聞くとやっぱマウンドの硬さもものすごく体験すると、はいはい、腰の張りとか膝とか来るよって、はいはいはい、だから松井に会うといいねって言ってたけど、はい、やっぱそうなの。僕はあんま分かんないんですよそれ。なんか僕は硬いのがすごい好きだったんで、日本時代もずっと硬くしてってずっと言ってたんですよ日本のマウンドを、はいはいはい、僕はなんか柔らかいと投げづらいので、あんまり腰とか足にアメリカ来てから来るなとは僕はないんですけど、スアレスは甲子園が投げやすかったっていう。だから日本に来てすごい活躍する外国人とかいるじゃないですか、うん、めちゃくちゃ良くなるみたいな、うん、それは多分柔らかいマウンドが好きとか、うん、合ってるとかもあり得ると思うんですよね。でも野手やってるとさ、はい、そういう感覚ないから、はい、でも硬いだろうね。そこも硬いですよ。バッティングも多分掘れないんで、こう掘る人いるじゃないですか。なんか掘れないのが嫌とかあるんじゃないですか。でもきっちり、きっちり入ってくれたらいいよね、はい、刺さるのは刺さると思います、はい、だから、ね、それはいいんだけど、はい、なんか本当に繊細にあの影響してくるんだなと思ってさ、はい、繊細すぎると気になると思います、うん、はい、僕もなんかあんまりなんか繊細な部分と繊細じゃない部分があるんで、うん、なんかボールとか別に正直気にならないっちゃ気にならないんですよ、うん、はい、まあ器用だからね、うん、どうなんですかね。なんか鈍感なところもないといけないかなとは思うんで、やっぱり日本と違うっていうのは絶対本当に違うんで、うん、それをだから日本と違うなってずっと思ってたら一生無理じゃないですか。違うんで、もう野手でも分かるのに、はい、このボールは違うって、はい、なんでアメリカに来たんで、もう日本のボールがどうとかどうでもいいんですよ、うん、これなんで、うん、はい、まあまあそろそろだね、はい、だからそうやってずっと気にする人はやっぱ気になっちゃうんで、うわ滑る日本だったらみたいな。メジャー来た1年目、はい、思い出せる、はいはい、あの初めてライブ BP やった時のこと覚えてる、はい、わそれは覚えてないな。ライブ BP ありましたね。あったでしょ当然、はい、あったね。いやありましたね。きおとといから松井が投げたのよ、はいはい、ダルの後にね、はい、ダルはやっぱ堂々として、はい、投げてたけど、はい、松井がいきなりカーン打たれて、はい、大丈夫かなと思って後で聞いたら、いやインサイドに突っ込めないですって。あ、それはありますね。やっぱあります、あります。僕も今でも嫌ですもん。味方には味方だったらね、はい、あんまり僕は好きじゃないですねライブ BP は。味方なんで でも同じチームでも何年もそのチームに所属したら、はい、まあ、そんな遠慮が多少なくなるじゃない、はい。でもやっぱり1年目ってやっぱそんなもんだった。いや1年目はすごい気使うと思います。いやものすごい緊張してたって、はい、僕もすごい気使いました1年目は。ああそう、なんかいろいろ気使いましたね。すぐ帰りましたもん家、球場に長くいたくないんで、すぐ帰ろうかな、うん、はい、でもそんな気持ちでさ、はい、いやこれでやっていけるかなっていうような感覚に落ちなかった。やっていけるかなはなかったですね、うん、そこは全然ないんですけど、やっぱり慣れない環境とその言葉が分かんないんで、なんかできるだけ痛くないなというか、同じ空間に通訳なしでお風呂を使ってる時一緒になったら地獄でしたよもう。なんで話しかけられたら、話しかけられたら何言っていいか分かんないじゃないですか。ニコニコしとけいいじゃない。いやでもなんかいろいろ質問来るじゃないですか、やっぱ最初なんで、うわどうしようみたいな、はい、地獄でしたね。そういうのはうわ嫌だなと思ったりとかしてました。でも嫌だなと思う瞬間に向こうもなんか、はい、ああ嫌がってるのかなっていうような、まあそうですね、会話ができなかったりとかするとあれなので、ね、まあ、通訳がもちろんいればロッカーとかでは話せるんですけど、お風呂まではやっぱ来ないじゃないですか。なんでそういうタイミングで最初一緒になったりしたら嫌だなと思ったりしてしまった時もありまして、1年目とかはやっぱり。じゃあメジャーを挑戦しようと思ってる人はもう早めに英会話に取り組んだ方がいいよね、はい、した方がいいですね。僕もそこは思いました。それはもう大事だよね、はい、ちゃんと PL 学園の時から勉強しとけばよかったら英語あったんですけどね。これ一生いつ使うんだって思って勉強してたんでそうだよね、はい、もうちゃんとあの頃から勉強してれば今頃話せたかもしれないでも野手出身の人間としたら、はい、ピッチャーがどん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 やっぱりメジャーに挑戦し、はい、またメジャーでおそらく活躍していくと思うのね、はい、でも野手が追いついていかないじゃない、はい、これは何だと思う。何なんですかね、僕もちょっと分からないですけど、いや例えば当てるとか、はい、そういうことは多分できると思うんだよね、はい、でも秋山が言ってたんですけど、うん、飛ばないって前に秋山もコンタクトで、やっぱり日本では優れてたじゃないですか、ね、でも彼もなかなかやっぱ打てなかったわけじゃないですか、うん、まっすぐが飛ばないって言ってました前に、やっぱファウルになっちゃうって言ってたんで、うん、そのコンタクトがまた違う
やっぱストレートの平均球速も高いですし、弾かれるんかな、なんかやっぱり違うって言ってましたね。やっぱでローテのやっぱ落ちるピッチャーが来たらやっぱ打てるって言ってました。そのローテ5番手とか谷間で投げてくるピッチャーが来るとやっぱ打てるんですけど、ローテ3番手とかやっぱり上の方になってくるとやっぱ違うっていう風に言ってたんで、コンタクトできるっていうのは日本ではもちろんそうなんですけど、アメリカに来るとやっぱコンタクトのやっぱ意味が違ってくるというか、多分コンタクトじゃなくて飛ばさないといけないですかね。まあ、イチローさんぐらい多分コンタクトできればまた別だと思うんですけど、あの人は飛び抜けてるからね、また違うタイプだと思うんで、また翔平みたいにバンバンパワーでホームラン打てる選手、まあね、はい、翔平がやっぱホームランを取ってるんで日本人でも取れるってことは証明できましたし、そうだね、これからだから村上選手とか岡本選手とか来てバンバンホームラン打ってくれれば日本人の選手もそこを目指すようになってくるんじゃないですか。やっぱイチローさんが成功したんで、あ、イチローさんっぽい人がなんだろうな、行かないといけないんだみたいになってきた時代もあったと思うんですよ。コンタクトがやっぱ大事だみたいな。あったね、はい、うん、で今は多分翔平が打ち始めてるんで、あ、やっぱパワーだって多分なってきてる。いや、だからパワーヒッターは通用しないっていうふうに最初から思ってたし、はい、ね、松井秀喜が言っても、はい、やっぱ中距離ヒッターっていう表記されるようになって、はい、でも相当なパワーがいるぞって言って、はい、コンタクトになったんでしょ、はい、でもコンタクトできないじゃないみんな。そうですね、難しい。シフトもできてきてるんで、うん、やっぱ日本ってやっぱシフトが、ね、そんなに多くないんで、うん、空いてるところってなると思いますけど、シフトされるとやっぱバッターの特徴が出るんで、コンタクトしても多分そこに飛んでしまうと思うんですよね、うん、シフトのところに。なんでそれを凌駕するパワーが必要かなというか、やっぱパワーなのかね、これからは。まあ、ピッチャーが嫌なのはパワーあるバッターがもちろん嫌ですけどね、うん、ちょこちょこ当てられるよりも、はい、パワーあるバッターっていうのはすごく嫌ですし、もちろん中にも足速くてコンタクトする選手っていうのはいるんですけど、難しいですね。どうなんでしょう。 あとは基本的にやっぱ守備がちゃんとできるとか、肩がある程度ないと、うん、いや、日本の野球とメジャーの野球を比べて、はい、守備の面に関してはどう、はい、守備うまいです、みんな。どっちが？アメリカ。あ、やっぱうまい、はい、なんか柔らかいもんな。送球ミスする人がほぼいないです。そう、はい、キャッチボールができてんだよね、はい、送球でみんな不安になってる人が少ないなって思う、うん、日本って結構多いじゃないですか、内野手の方とか、まあ、イップスになったりとかね、はい、アメリカはなんか送球に不安を持ってる選手が少ないなっていうのはすごく感じます、はい、そういう面では基本はしっかりできてるっていうことなのかな、はい、そうですね、基本はできてると思いますし、まあ、あとはなんだろう、日本みたいになんか、あ、そうか、日本もでも最近グラウンド少なくなってきてるんで、うん、多分イレギュラーとかもこっちの方はあんまりないですし、もう日本もあんまりないよ。そうですよね、うん、はい、あとはなんだろうな、教え方とかなんですかね。だから日本ってやっぱ正面正面って言われてるんですけど、正面で取る人少ないですよね、アメリカ。多分外してるというか、はい、もう外して取ってみたいな感じも多いですし、僕は内野手のことはちょっとあんまりわからないんですけど、いやいや、でもマネキンがそうやって感じるっていうことは、はい、やっぱ教え方も違うんだろうね、うん、違うと思います。だから基本もやっぱ変わってきてるというか、はい、マイケンがピッチャーとしての基本を教えてもらった時と今の基本とはやっぱ全然違う、はい、違いますね。どこら辺が一番違う？昔ってやっぱ右膝とかも土につくのがいいピッチャーみたいな、あー、あったね、あったじゃないですか。ここは汚れなきゃダメなんだよとか、多分今絶対ダメな、ダメとかいないじゃないですか。いないよね、とか、あとはまあやっぱり投げる時やっぱ左足がやっぱ投げる瞬間って突っ張ってた方がいいんですよね、うん、昔って多分そういうピッチャー少なかったと、こうなんか沈み込むみたいな。そう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 、じゃないとお前膝って土がつかないだろみたいな、はい、やっぱ今どっちかというと立ち気味に見えるというか、うん、まあ、そういうピッチャーとかも多くなってきてると思いますし、うん、なんかいろいろ変わってると思うんですけど、いや、その守備ってさ、はい、やっぱ確率がいいことだけに、はい、あんまりみんな変えてないんだよね、うん、10割目指せる、はい、まあ、あの人は広島の菊池がシーズン10割っていうのを達成したの、はいはいはい、で、あ、10割できるから基本っていうのは変わらないのかなと思うけども、うん、やっぱアメリカでは変わってきてるのかな。守備はどうなんですかね。僕もなんかわからないですけど、そのシフトができたんで、あ、なんかそのなんだろうな、野生的な菊池の守備はもちろんめちゃくちゃうまいしすごいんですけど、菊のすごいところって自分で寄るじゃないですか、うん、あ、これ来そうだなみたいなとかで僕らが助かることすごいあったんですけど、うんうんうん、アメリカってその勘が今必要なくなってきてるっていうか、うん、ちゃんとデータで出てるんで、じゃあここ守りなさい、ここに来るからみたいな感じの守備位置なんで、うん、基本的な守備がやっぱみんなできてるので、うん、あとはもう打つ、あ、そうだな、はい、本当でも守備が下手な人ってあんまりいなくて、
まあファインプレーっていうのは、はい、飛びついてあれするのもあるけども、はい、ポジショニングのファインプレーっていうのもあるよね。日本って結構あるじゃないですか、うん、西さんとかもそうですし、なんでそこにいたのみたいな、ですごいってされてたんですけど、アメリカって今それがないというか、もうシフトでそこにいるんで、なんだろうな、そういう上手い人みたいなのが多分考える力もまあもちろん落ちてきてるというか、考えなくて良くなってきてるんで、野手のそういうので評価は減ってきてますけど、まあ、守備ももちろん評価されるんですけど、みんなある程度ちゃんと守備はできて、あとはじゃあバッティングかなみたいなところに来てると思うんで、メジャーの選手って。そうか、俺もなんか基本考え直さないかんね。守備本当難しい、なんか分かんないですけど。でもさ、野球ってものすごく進化してるじゃない、はい、もう1年ごとに変わっていくっていうかさ、はい、例えばマウンドで投げてきて、はい、あれこのバットはこうやって振ってたのに変えてきてんなっていうのは感じる時ある、はい、やっぱり、はい、僕がメジャー来た時はやっぱツーシームが全盛期というか、動かさないといけないっていうのがピッチャーの主流だったんですけど、それが今どんどん変わっていって、僕がいる間にですかね、フライボール革命みたいなのが起こって、はい、バッターがどんどんやっぱフライを打つようになってくる、うん、フライを打つというか、まあ長打を狙うようになってきて、やっぱツーシームが打たれるようになってくるんですよ、はいはい、そしたらピッチャーは高めの報酬も投げる、うん、そうだね、はい、っていうこのいたちごっこみたいなん で今もレベルになってきてる、ね、今バッターやっぱ高めをどんどん振っちゃうんで、高めを我慢するバッターも増えてきてるんですよ、僕らがどんどん投げるんで、はい、我慢になって我慢、やっぱそこを打とうとはしないんで、ボールなんで、はいはいはい、なんで振らなくなってくる、でもまた下げなきゃいけないんで、じゃあどうしようっていうので、多分スプリットとかも増えてきてるんですよ、ピッチャー投げるピッチャーやっぱ低めで空振りを取るみたいなんで、スプリット系のピッチャーも増えてきてますし、でもやっぱりいろいろそこを敏感に察知しながら、はい、対応力がないと、柔軟性もないと、はい、やっぱメジャーでは無理だよね。そうですね、いろいろ変化しながらですかね、僕も1年目たくさんツーシーム投げましたけど、今あんま投げなくなってますし、どっちかというと高めのフォーシームをこうたくさん投げるようにしてとか。今年はどういうピッチングをしようと思って、今年はなんか今やっぱスイーパーまた流行って